はい、じゃあ続きまして、ラジオネームみまっちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。瞬発力を高めるため、洗濯の終了音が鳴り止むまでに洗濯機までダッシュして蓋を開けるようにしています。家の広さと、この終了音の長さにもよります、よるよね、よる。まあでも即駆けつけるっていうね、ことでしょうね、きっとね。でもこれワンルームだったらどうしよう。結構ワンルームだったら歩いても間に合うかもしれない。結構間に合うぜ。結構長いよ、洗濯機の音。そうね、でもね、家電と戦うのはいいと思う。どういうこと、ごめんごめんごめん。何、家電と戦う、瞬発力ね。何言ってんの。俺も電子レンジと結構戦ってる。どういうこと。あの、温めるじゃないですか。温めて、あの、絶対に温め切る前に2秒前ぐらいに開けるんですよ。鳴らせねえよっつって。なんで？どうして？っていう、あのなんかこう自分の中で体内時計、これを鍛えてるんですよね。体内時計なの？体内時計か。はい、体内時計。あ、そうだ。90秒でピッてやったら何か他の作業をしてるんですよ。で、パッて振り目た時に5秒前とか、シャーみたいな。なったら負けみたいな。これね、ごめんごめん。みまちさん、それおすすめです。ごめん、待って。毎日そんなことやってる。やってるやってる。やってんの？やってますよ。あのさ、家族から何も言われない。言われないっすけどね。いいこと言ったぞ、運動家。すごいいいこと言ったぞ。パパかっこいいって言われる。パパ言われない。絶対言ってない。言ってない。たとえ今言ってたとしても、1年後には言ってないよ。何それって言われるようになるよ、きっと。すいません。すいません。さあ、次行く？続いて、ラジオネーム、みおさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は美しい筋肉を手に入れるために、ドライヤーで髪を乾かしながらスクワットをしています。松岡と一緒じゃん。うん。素晴らしい。確かに。ついでにやっぱできるっていうのはね、最高だね。ついでに。俺も家電と今戦ってるから。ちょっとごめんなさい。今俺家電と戦った挙句、台本のタブレットが電源落ちた。うん、ごめんなさいごめんなさい。家電と戦った。そうね。このラジオのね、あの最近台本がね、紙じゃなくて、あのタブレットになったんですけど、花井くん間違ってね、ホーム画面かなんかに行っちゃったのかな。パスワードを教えてくれないから。パスワードね、あの、私知ってたから今開けましたけれども、ね。ありがとうございます。いやいやいや。ドライヤー素晴らしいですね。そうですね。でもさ、それさ、やりながらだけどさ、髪の毛ってちゃんとなんか綺麗にまとまるんだろうか。スクワットはできるとしても。逆になんかね、汗かいて。お風呂せっかく入ったのにね。そう。汗かくしさ、あと多分、髪の毛で例えば長かった場合さ、バサッて前の方にバサッて。そんな勢いでそんな勢いで。だってそれぐらいやってるってことでしょ、綺麗な筋肉を鍛えるために。確かに美しい筋肉。もしくはドライヤーの方に重りをつけるっていうのはどうだろう。すごいすごい。いろんな案が浮かんでくる。ちょっと一時期の僕みたいな。片腕だけでかくなる。まあ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 、皆さんね、あの、計画的にお願いします。計画的にって。ということで。